脱デジタル初心者、基本操作を学びたい。突然ですが、皆さんはイラストを描くとき、デジタル派ですか？アナログ派ですか？私は普段アナログで描くことが多いんですけども、やっぱりデジタルってやれることももちろん多いんですけども、覚えることとか機能の多さとかもあって、なかなかハードル高いんですよね。でも、この企画でデジタルでこのね、iPad を使って絵を制作することが多くなってきたので、ちょっとこれを機にデジタルのことを学びたいなと思って、いろんな機能があると思うんですけども、その中でも基本的なものを皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。今回紹介する機能はこちらです。それではまずはブラシツール。どれどれ。デジタルイラストを描くのに欠かせないブラシツール。鉛筆や絵筆、 G ペンやクレヨンなどの一般的なブラシの他にも、テクスチャ系や複雑な模様を一発で描けるブラシなどもあるそうです。やっぱ絵を描くってなるとスケッチとかね、この私この 6B 結構好きで、鉛筆っぽいタッチで描けるんですけど、太さとかもね、いろいろ変えられたり。テクスチャ系か。はい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 。あ、こういう、これビクトリアンって言うんだ、名前。例えば、なんかこういう緑とかで、なんか草っぽい感じとか、あとは、あ、これとかにデシマル？デシマルかわいい。ドットっぽい感じの。あ、いいですね。はいはいはい。ちょっと、今っぽい感じのイラストを描くときとかに、こういうのいいなって思います。すごい使い方が幅広いですね。カラーとスポイト。デジタルイラストでは好きな色を好きなだけ使うことができるという魅力があります。お気に入りの色はカラーパレットに保存していつでも使うことができます。スポイトツールを使うとキャンバス上から好きな色を選択できます。同じ色を使いたい時に便利です。あー、はいはいはい、なるほど。吸い取って保存しておくことができるってことか。なるほど。例えばこれを、おっと、これで吸い取ってパレット作って、そう、こうやってポイッと置いておくとね、保存できるので、あの色なんだったっけとかいう時にもいいですよね。塗りつぶし。塗りつぶし大好きです。何でも塗りつぶしたくなっちゃう。塗りつぶし機能は文字通り好きな箇所を好きな色で塗りつぶすことができる機能。ブラシで少しずつ塗るのではなく、線画の中の部分を一瞬で塗りつぶすことができるので、色塗り作業に便利です。例えば線画を描いてハート描きました。で、このハートの中を塗るってという時に、こうやって持ってくるとポンと、はい、一瞬でハートを塗ることができてしまいました。これもやっぱもうデジタルならではの効率化。アナログだったらまあ一生懸命わーって塗ったり、あ、ちょっと色ムラになっちゃったとかもあるんですけども、デジタルだったら均一にね、塗りつぶすことができます。レイヤー機能です。複数枚の絵を重ね合わせることができる機能です。1枚のキャンバスに絵を描いていくアナログ作業と違い、何枚ものレイヤーに要素ごとに描き分けて作業していくのがデジタルイラスト最大の特徴です。透明なフィルムが重なっていて、そのフィルムに別々の絵を描いていくのをイメージすると分かりやすいです。ああ、確かに分かりやすい。ここにね、レイヤーがあるんですよ。これが、今これレイヤー1がハートの絵になってるんだけど、じゃあ例えばこのハートに顔描きたいなとかいう時にはプラスボタンを押すとレイヤー2ができて、このレイヤー1の上に透明なフィルム1枚挟んで新しい絵を描くことができるっていう状態なんですけども、ここでまた新しいペンとかでレイヤー2を表示して、こうやってやると、例えばじゃあ目だけ口だけしたいなって時だけこうやって変えることができたりとか、色もね、簡単に変えることができるので、1枚のやっぱ絵で描くアナログ作業とは全然違って、こっちの方がよりなんか作業が簡単というか、やりやすいかなって思います。クリッピングマスクです。わかりやすく言えば、あるレイヤーに描かれた絵の上に別のレイヤーで絵を描き足すとき、元の絵からはみ出さずに描くことができるという機能です。なるほど。使用例としては、紙を塗るときに影をつけたいなって思ったときに、クリッピングマスクを作成することではみ出さずに描けるので便利です。なるほど、なるほど。じゃあ、このハートを塗りつぶしたいなって思ったときに、このままだとこうなっちゃうわけですよね。まあ、要は。はみ出ちゃうんですけども、このハートの絵の上にレイヤーを作成して、マスクをクリップしてクリッピングすることによって、
ここだけ、この適用されてる下のレイヤーのところの部分だけ色を塗ることができるという機能になってます。これは確かにめちゃくちゃ便利だし、めちゃくちゃ使いますね。いろんな機能と一緒に使うことができるので、これはおすすめな機能となっております。洗濯ツール。洗濯ツールでは特定の部分のみを選択することもでき、その部分だけ色を変えたり変形などの効果を使うことができるようになります。自由選択や自動選択などいろいろな選択方法があるとのことですが、ではでは実際にやってみましょう。選択は例えば自動ってあるの。自動だとこの赤いとこだけ選択したいなって時とかに、おー赤いところだけ選択できました。これで色を変えたいなって時とかに、こういうことか。なるほど。一つの絵の中でこの部分だけ変えたいなって時とかにめっちゃ便利ですね、この機能は。あとはフリーハンド。半分だけ色変えたいよって時に使うのかな？ん？なってないな。これなんだ？あ、来た。こうやって結んで、こっち半分だけ塗りたいって時に、ちょっとめっちゃ雑だけど、こういうことですね。選択した部分だけを塗ることができる機能。これもめちゃくちゃ便利ですね。変形歪み。デジタルで書いたものは後から変形ツールや歪みツールで編集することができます。いい線画が描けたけど少しだけ調整したいといった時に便利です。なるほど。例えばじゃあ、目をもうちょっと細めたいなみたいな時とかに、この目の部分だけを囲んで、で、フリーフォームとかにすると、あー、なるほど、なるほど。こうやって、ちょっと、目がね、今、細まったの分かりますか？逆に縦に伸ばすこともできるんだけど、ちょっと怖いから。こうやってなんか、ちょっとね、角度も変えたりとか、もうちょっと斜めかな、みたいな時とかもね、横かな、みたいな時も使えますね。いい線が描けたけど、もうちょっと回しとけばよかった、みたいな時に、めちゃめちゃ便利な機能なんじゃないでしょうか。他にも、歪みっていう機能があって、例えば、もう一回ちょっと、片目だけこうやって選択して、この歪みというところを触って、プッシュとかだと、こうやって、ペンでちょっと触るだけで目がね、動いてるのがわかりますでしょうか。こうやってちょっと若干動かしたいなみたいな時にも歪みツールとっても便利ですね。こうやって描いた絵をそのまま自分で編集できるのがデジタルならではの強みですよね。ということで今日はデジタルでね、イラストを描く勉強をしてきたんですけども、やっぱり普段結構アナログで描くことが多いので、アナログだとどうしても、あ、ちょっと線からはみ出ちゃったって時とか、色間違えちゃったって時とかに修正が効かないところがちょっともどかしいなと思ってたんですけど、デジタルだと本当にもうタップ一つで色も変えられるし、消すこともできるし、隠すこともできるし、いろんな機能が備わっているのでとっても便利だなと思いました。今日紹介した機能は本当に基礎の基礎で、まだまだ本当にいろんな機能があるので、ぜひ、あ、こういうのも教えてほしいよっていうコメントがあったりしたら、コメントに書いてくださると嬉しいです。また一緒にぜひ勉強していきましょう。それではまたねー。